フットボールオールスターズは2013年4月25日からヤフーゲームにて正式サービスを始めたコナミデジタルエンタテインメントのサッカーのオンライントレーディングカードゲーム2014年9月30日サービス終了2011年に発売を開始したフットボールオールスター SJ リーグの後継作品旧作はデジタルゲームカードシリーズの1作品目で ベースボールオールスター S と同時期に発売された。試合は公式サイト内で行われる。ブラウザゲームであり、専用クライアントなどはない。選手カードを購入し、選手カードに書かれているコードを公式サイトから入力することで選手を登録できる。ゲーム開始時にデジタルカードが配布され、ゲーム内でビクトリーポイントを貯めるとデジタルカードを手に入れられるため、 選手カードを購入、登録しなくてもプレイできる。2012年版アップデートで選手カードがコインで購入できるようになった。また、パックのカードから白黒がなくなり ST 以上のみとなった。これに伴い、コイン、またはゲーム中で引き当てたカードをデジタルカード、販売店で購入したカードをリアルカードと区別するようになった。J リーグ所属のチームの選手が カード化されているほか、2012日本代表バージョンでは、サムライブルー U-23 日本ナショナルチームの選手がカード化されている。また、旧作ではオリジナル選手の作成もできた。選手には、それぞれ10段階の能力とコストが設定されており、合計コストの値がリーグの設定値を超えるリーグには参加できない。また、 ゲーム内で強化することによって、選手の能力が上がり、コストも上がることがある。GK 能力は、オフェンスディフェンスパンチングキャッチング。その他のフィールドプレイヤー能力は、オフェンスディフェンステクニックスタミナが数値化されており、それ以外にもスペシャルスキルが1選手最高4つ、設定されている。ありがとうございます。